はいどうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今回は2024シーズン J2 リーグ勢力図ということで、今季の J2 リーグどこのクラブが本命候補なのか、そしてそこに対抗するクラブはどこなのか、さらに下馬評は高くないがハマれば昇格の可能性もあるダークホース的クラブはどこなのか、 J2 2024シーズンの勢力図を考えていきたいと思います。この動画を見ていただければ今期の J2 の大まかな勢力図をイメージすることができるようになります。 J2 をそれほど詳しくない方はこの動画で大まかにリーグの情勢を把握できますし、いつも見ていただいている J2 事情に詳しいコアサポーターの方々はご自身の応援するクラブがどの位置づけになっているのか、ぜひチェックしていただければと思います。動画の本編に行く前にこの動画の前提についてお話ししておきます。まああくまで一サポーターの良平が独断と偏見で考察した勢力図になります。コアサポーターの方々の評価とはもちろんズレがあると思いますし、各々の意見が違って当然だとも思っています。僕の提示した勢力図が絶対というつもりはもうねさらさらありませんし、あくまで開幕前のプレシーズンをサッカーファンみんなで楽しむエンタメの一つとして捉えてください。また各クラブ精一杯失礼のないように細心の注意を払って調査動画作成させてもらってますが、何分一人で何十クラブも調べているためご表記やミスがあるかもしれません。そちらあらかじめご理解いただければと思います。前置きが長くなりましたが J2 勢力図早速見ていきましょう。まず今回勢力図に関してティア表というものを用いて解説していきます。ティア1からティア5まで階層があり、ティア1に近いほど上位に来るであろうクラブになっています。まあなのでティア1が基本的には今期の昇格候補筆頭のクラブというイメージで良いと思います。はい、ということで良平の考える今期の J2 ティア表勢力図はこのようになります。はい、いかがでしょうか。いやほんとね、下の方の位置づけにさせてもらったクラブのサポの方々には大変申し訳ないんですが、まあ、ここはシビアにガチにちょっとね勢力図を考えさせてもらいました。ティア1が昇格本命クラブ、ティア2がその対抗馬となるクラブといった感じで、まあ、ティアの上に行けば行くほど昇格の可能性が高いクラブと捉えてください。あくまで昇格の確率が高いクラブであって、まあ主力の怪我や夏の移籍などを覆える可能性はいくらでもありますよね。本当にまああくまで現時点でそういった複合的な要素を加味しながらも昇格の可能性の高いクラブをティア1やティア2にしています。はい、ということで順番に理由も解説していこうと思います。まず昇格本命勢力のティア1、清水、横浜 FC、 千葉とさせていただきました。はい、まずね清水に関してですが、まあ、今季も戦力はすごいと思いますね。元代表の乾選手や権田選手が残留、主力流出を最小限にとどめながら的確な補強もできています。強いて言えばセンターフォワードの部分がサンタナ選手が抜けて不安もありますが、まあ、とはいえ昨シーズンチーム得点王のカルリーノス選手が残留してますし、それほど大きな問題とはならないかもしれません。それよりも今季は序盤から勝ち点をしっかりと重ねていくことが重要ですね。昨年清水は序盤の手遅れが、いやあれがねなければ普通に自動昇格でしたもんね。今季は秋葉監督が続投し、ある程度勝ち点は計算できると思います。大きな波乱がなければ清水の自動昇格は固いんじゃないかなと思います。今季も昇格の有力クラブで間違いないでしょう。そして横浜 FC、 横浜 FC も今季の昇格争いにまあ高確率で絡んできそうですね。井上志音選手や福森選手、カプリーニ選手などタレントも豊富、 J2 の戦い方を知っているクラブですし、
2年前の昇格を知る四方田監督が続投しているのも大きいですよね。今季も昇格候補の筆頭といえるクラブだと思います。そしてティア1最後は千葉ですね。まあ戦力的には清水や横浜 C に多少見劣りするところもあると思いますが、千葉は昨シーズンから積み上げてきた魅力的なスタイルが一番の強み。敵陣深くまでハイプレス、奪ってからのショートカウンターは非常に強力ですし、遅攻となってもしっかりとつないでチャンスを作れる仕組みが構築されています。そんな魅力的なスタイルの積み上げ、主力の残留で開幕からベースが出来上がっているのは他クラブにない大きな強み。そこに横山選手やエドゥアルド選手など強力な新加入選手も加わりました。若干選手層には不安があるかもしれませんが、まあ個人的に今季の一押しクラブの一つです。はい、ということでここまでが昇格候補の筆頭、清水、横浜 FC、千葉をティア1とさせていただきました。続いてはティア2クラブを見ていきます。まずは岡山。正直岡山はティア1でもいいのかなと思ってます。今季最も補強に成功したのが岡山ですし、戦力は清水や横浜 FC と比べても見劣りしません。層も非常に厚いですし、昇格経験者も多く、昇格レースの戦い方を知っているのも強みですね。ただ、まあ、懸念点を挙げるとすれば、昨シーズンも戦力は豪華でありながら最終的には10位に甘んじてしまったというところで、うん、まあティア2とさせていただきました。まあ昨年勝ちきれなかった試合を勝ちきるだけのタレントが今季はいますし、昇格レースに参戦する可能性は高いクラブだと思います。続いてティア2、2クラブ目は山形。山形も今季積極的な補強に動き、戦力を向上させたクラブだと思います。クラマフスキー監督時代から続く華麗なパスサッカーを継続し、今季は両翼に木田選手や坂本選手、杉山選手と強力なウィンガーを多数揃えました。引いた相手をこじ開けることのできる圧倒的な攻撃力があると思います。山形も昨シーズン序盤の大型連敗がなければ自動昇格争いに加わっていたと思いますし、まあね、あれだけ大型連敗があってもプレーオフに滑り込む地域の高さはさすがでしたね。ティア1クラブには今回しませんでしたが、十分昇格可能性のあるクラブだと思います。はい、続いてティア2の3クラブ目は長崎。はい、長崎も今季は強いと思ってます。まず戦力が強大ですね。昨シーズンの得点王ファンマ選手が残留、 J2 ではレベチの存在感を放つ中村選手もいますし、それをサポートできる山田陸選手の加入もまた大きいですよね。ここで打開できる松澤選手も僕はね大好きですし、米田選手、増山選手の両サイドバックは J2 でも屈指のサイドバック、戦力は清水などと比べても引けを取らないレベルですね。懸念点はやはり狩家監督の契約問題。まあおそらく下平さんが暫定的に監督という形になるんでしょうが、まあ、この問題が与える影響というのが、まあ、どうなのか。もちろんむしろ下平さんに監督が変わっていいんじゃないかという見方も非常に多いことは承知しています。下平監督のもとチームがまとまりリーグ独走なんていうシナリオもまあね十分考えられるポテンシャルのあるクラブだと思います。ただ未知数の部分もあるのかなというところで、今回はティア2とさせていただきました。はい、ここまでティア1、ティア2クラブが昇格の本命対抗馬クラブの勢力と両兵は見ています。ティア1、ティア2のクラブからまあ少なくとも1クラブは自動昇格のクラブが出てくるんじゃないかと思っています。今季の J2 は清水、横浜 FC、千葉、岡山、山形、長崎が昇格レースを繰り広げる、言ってみれば最大勢力と考えています。はい、ここからはティア3以降のクラブも見ていきたいと思います。順番に各クラブ話をしていきたいと思ってますが、
まあ、ちょっと動画の尺の都合で注目クラブのみピックアップして解説していきます。ティア3で個人的な注目クラブは甲府と藤枝ですね。甲府は主力の大量流出があり、一時はどうなることかと思いましたが、アダイウトン選手やファビアン・ゴンザレス選手など強力なアタッカーが加わり、昨シーズンよりも強いんじゃないかという声も聞いています。実際トレーニングマッチで J1 鹿島相手に2対0と完勝し、 ACL に向けて仕上がりも順調に来ていますね。甲府の堅守速攻、奪ってからの速い攻めにアダイウトン選手やファビアン・ゴンザレス選手は合いそうですし、リーグでも爆発する力を秘めていると思います。そして藤枝は補強が結構良くてですね、和製ハーランドと呼び声が高い中島大佳選手だったり、ベルディから梶川選手が加入したりと楽しみな選手が加入、さらにディフェンダーに新外国籍選手2名を加える手堅い補強、昨シーズンリーグワーストの失点数だっただけに守備の改善は急務でしたが、しっかりと補強を行ってきたのは好印象ですね。藤枝の攻撃力はそのままに、課題の守備が改善すればダークホースとなれるクラブだと思います。ただ藤枝にしても甲府にしても、まあ夏の引き抜きが非常に怖くてですね、前半戦順調に来ても夏場に戦力を落としてしまう可能性があるっていうのが、まあ、小さくない懸念点かなと。甲府は昨シーズン菅井選手、藤枝は久保選手、渡辺亮選手と超主力級を J1 に引き抜かれてしまいましたよね。そういった諸々の事情も考慮しつつティア3とさせていただきました。はい、続いてはティア4、ティア5のクラブ。まあ、ここのあたりになるとなかなか昇格争いに加わるのは難しいのかなという印象ですが、個人的に楽しみなのが秋田と群馬。秋田は J3 得点王の小松選手の争奪戦を制して獲得、強固な守備スタイルをベースとしつつ、大型フォワードの加入で秋田のロングボールやクロスが主体のサッカーに非常にフィットしそうですね。吉田健監督の磨き上げたスタイルがさらにもう一段階飛躍しそうな予感もして、秋田の新シーズンは楽しみです。そしてやはりね、群馬も楽しみなんですよね。昨シーズンのサプライズを起こしたクラブで、大槻監督のもと最終ラインから細かいパスをつないでビルドアップするサッカーは本当にワクワクしました。決して豪華とは言えない戦力の群馬だったとは思いますが、終盤までプレーオフ争いに加わっていたのは見事としか言いようがありません。昨シーズンも中倉選手を引き抜かれて攻撃力が低下し、終盤ね、勝ちきれない試合が増えました。今季もやはり戦力的な物足りなさを感じはしますが、どんなねサッカーを見せてくれるのか、群馬の戦いも個人的にかなり注目しています。はい、ということで最後まとめに入らせていただきます。2024シーズンの J2 昇格レースを繰り広げる可能性が高いのはティア1、ティア2のクラブの勢力、特に清水、横浜 FC、千葉には注目で、今季の主役となるクラブだと思います。続いてダークホース的な勢力がティア3のクラブ。確率的にはティア1、ティア2のクラブより下がるとは思いますが、ハマれば十分昇格争いに加わる底力のあるクラブだと思います。そして、まあ、あくまで昇格可能性の高いクラブから順にティア1、ティア2とさせてもらっているだけで、ティア3以降のクラブも可能性が全くないわけではありません。ティア4、ティア5から昨シーズンの群馬のようなサプライズを起こすクラブが出てくるのも J2 の楽しみの一つですよね。冒頭でもお話ししたように、まあ、あくまでプレシーズンのエンタメの一つとして今回の勢力図楽しんでいただければと思い作成しました。まあね、両兵の独断と偏見マシマシの勢力図となってしまいましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今期も毎節しっかりと J2 の情報をお届けしていく予定となってますので、ご興味ある方、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた別の動画でお会いしましょう。